鹿児島県鹿野市出身の落語家。本名、徳永義春。落語芸術協会所属。日本史を題材とした新作落語を得意とする。名城大学附属高等学校卒業後、駒沢大学経済学部小学科に進学する。駒沢大学落語クラブに所属。在学中のアルバイト先の同僚には、作家の原田宗則がおり、その頃のエピソードは、 カナダのエッセイ、働く青年に生じ術されている。大学卒業後の1980年4月、本名で日本テレビお笑いスター誕生に出場する。同年11月に5週勝ち抜き、銀賞を獲得。この時は落語だけではなく、漫談も披露していた。当時の芸名はアラポンタ。1981年1月お笑いスター誕生。 この審査委員長である四代目桂米丸ベイマルに入門。1985年5月、二つ目に昇進する。この時期より北海道、STB ラジオで番組を受け持ち、共演者の松山千春との交流が始まった。1990年に NHK 新人演芸コンクールに入賞したほか、1991年には国立演芸場花形演芸会議員賞と、 NHK 新人演芸大賞大賞をそれぞれ受賞している。1993年8月、新内に昇進。1999年、MBC ラジオ、日曜ワイドだけ丸、ともこの南なサンデーが、平成11年に本民間、放送連盟賞ラジオ放送番組部門九州、沖縄畜新境西ワイド部門優秀賞を受賞する。 この頃より STB ラジオから、競技の MBC ラジオへとメディア活動の場を移した。2014年9月、バンコクのチュラロンコン大学でタイ語による落語を披露した。2020年12月、桂武丸落語会の成果により、文化庁芸術祭大衆芸能部門優秀賞を受賞した。ありがとうございます。